Born of my soul. Steel is my body, and fire is my blood. どうも皆さん、こんばんは。皆さんの心のアーチャーでございます。はい、というわけで、フェイトコラボが来ましたよということで、エータくんなんでいないのということで、カクカクシカジカで、今日はちょっと私一人で撮らせていただいております。いつもね、最近ね、なかなかね、一緒に撮れなくてね、悲しいですね。織姫と黒崎みたいですね。さあ、というわけで、フェイトコラボが来ましたよということで、こちらまず確認していきたいんですけど、私割とフェイト見てまして、ステイナイトはもちろん、フェイトゼロも見ました。まあ言うてもその2つなんですけど、映画版も見ましたし、まあちょっとね、他のシリーズは触ってはないんですけども、まあ FGO も一部やっておりましたということで、そこそこ、フェイト、まあ好きと言ってもいいのじゃないでしょうか。そんな私が見ていこうと思います。マットーさんね、セイバーがですね、今回は実装されたと。まあこれが多分目玉になるんでしょうかね。なんか顔、強い。顔強いな。で、またさくら、いいですね。この2人なんだ。あ、この2人と、あと今僕が着てるこれ、トーサガジンですね。かなさん、上田かなさんですね。まあ今回ボイスとかはないということで、まあでもこのパラシュート、ベルレフォーン、なあ、あったっけな、ちょっと覚えてねえな。ごめんなさい、フェイト好きとかって言ったんですけど、別にそんな好きじゃなかったです。で、クーペセイバー、かっこよ。この T2 ってのは何なんやろか。なんかティア2なんかね。で、M4 セイバーかっこよ。で、MCX 新しい銃のセイバー。あ、全体的にやっぱセイバーがメインっぽいですね。で、今回このセイバーなんとね、オルタになるらしいですよ、噂では。進化すれば、ちゃんとムービー見ますか。AWM あって、で、マトさんの、AKMP5、エクスカリバーが、なんか、鉛筆みたいなエクスカリバー、ごめんなさい。鉛筆みたいですね、なんかね、この先一丁。で、うわ、かっこいい。エクスカリバーモルガン。で、仲間、影の小人。なるほど、なるほど。そんな感じですね。で、まあ、オレンジ武器があってという感じで、フェイトステナイト実装されましたよ、ということなんですが、個人的にはギルガメッシュ欲しかったな。僕やっぱ男使ってるんで、ギルガメッシュあったら結構嬉しかったな、というところなんですけども、まあ、いいコラボ来ましたね。まあ、フェイトどういう話かというと、簡単に言うとですね、まあ、街にですね、数十年に一度聖杯というものが出てきて、その聖杯を手にした者は、ありとあらゆる願いを叶えることができますよ、と。それを求める者たちが、巻き起こす戦争が聖杯戦争と。そしてこのセイバー、まあ、このセイバーってなんかサーバント使い魔ですね、とあとはマスターね、魔術師、それを操るマスターとのそのやりとりで、うまいこと一緒に戦って、まあ、ポケモンですね、ポケモンみたいな感じです、言うならば、戦う、システムです。お疲れ様でした。まあ、正直ね、何が一番欲しいかというと、今回このパラシュートのベルレフォーンがめちゃくちゃ欲しいなと思ってます。パラシュート最近ちょっとないなと思ってるんで、軽引きしますか。今回も軽く 4,50 連やっちゃおうかなと思います。いきます。はい、お、もう出た。じゃあ40連でいいや。これもベルレフォーンでしょ。おい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 、最近車出すね。どうした俺。エツさん見てる？車出ちまったよ俺。クーペセイバーありがとうございます。もう久々でもないんだよな、最近よく出るんだよな。さあもう一回行きましょう。はい、何も出ない。もう出ちゃったからな、あと30人ってやりますけど。さあ最後、最後に出ほなら。やったー、全然嬉しいっすね。車ちょっと使ってみるか。で、今回もコラボイベント来ております。まず限定交換ショップですね。こんな感じで毎日ログインしたりして、受け取りますと。そうすると、このようにまた交換できたりします。これアイコンめっちゃいいやん。大阪 D のアイコン欲しいな。で、あと内刀がもらえたりですね。なんで、期間内はログイン独です。で、あとは、こんな感じでログインボーナスもあります。10日間ログインすればイリアスピールフォンアインツベルンが、ゲットできるので、皆さんぜひですね10日間ログインしてみてください。お得パック、買いましたがありますと。で、コラボ限定ツイッター RT キャンペーン、荒野聖杯戦争をつけて引用リツイートすると5万 RT、まあ、リツイート達成した場合、まあもうリツイートって言わないらしいですけどね、まあ、リツイート達成した場合はなんとね3金貨もらえると。まあ3回ガチャ回せますよという感じですかね。で、他にもですね、今ツイッターで荒野マスター英霊召喚儀式というのもやってまして、ツイッターの英霊診断に参加して自分が召喚した英霊を
診断することで抽選でプレゼントが当たります。そして課金の仕方の案内なんですけど、荒野行動公式チャージセンターというのができまして、こちらの URL にアクセスしてみてください。するっていうとですね、ここから買うと、かなりお得に、金券だったり、あとは今回のガチャのやつコインとかも買えたりするんで、ぜひですねこの機会にチャージセンターオープンしたのでチャージセンター使ってみてください。結構いろんなものあったりします。課金考えてる方、お得です。こっちの方が。これ公式なので怪しくないです。そしてですね、取引システム、以前紹介したと思うんですけど、絶賛、進化中です。このプラットフォーム取引、なんとですね、ここに AK リバイとこう、16の自由の翼、追加されました。以前はね、前期待機とか、白の今井とかだけだったと思うんですけど、その辺のね、進撃の巨人、天下無双専属とか、この辺も追加されたので、この機会にぜひこの辺りを利用してみてもいいのではないでしょうか。巨人スキンを持ってる方はね、ぜひね売却してみて、それで儲けることもできたりするので、それでまあお得な買い物なんかしちゃったりしてね、そしたらそこから当差が D なんか当たっちゃったりしてね、まあ持ってる方はね、持っててあーこれ使わないなーって方は売却しちゃうと、それで金ダイヤがもらえるので、まあ金券代わりになるので、それでまた課金してっていうこともできるので、まあこの機会に使ってみたらいかがでしょうか。さあというわけで、車の性能を軽く検証して終わります。大阪凛いいよな、顔強いけど。なんか海外のさ、映画化された大阪凛こんな感じなんだろうね、実写で。かっこよ。これちなみにマトサクラの方ですね、セイバーの方じゃないですけど、こっちめちゃくちゃ性能いいな。こっちはこっちでかなり性能いいような気する。まあでもコーナリングちょっと難しいか。思ったより速いですね、このマトさんの方も。ていうか見た目がいいな、普通に。で、ラッパーこんな感じか。次、あっち、セイバー検証します。てか気づいたんだけどさ、俺が当たったやつあれセダンじゃなくてクーペじゃね？おい、めっちゃ可愛いな。全然顔違うけど可愛いな。クーペな気がする。おい、マジかよ、これ、めちゃくちゃでかいんだけど。めちゃくちゃ乗りづらかったから、クーペ。うわ、嬉しい。これ一番の当たりじゃない？なんなら。これエータ喜ぶぜ。よかったよかった。性能やっぱいいっすね、さすがに普通のクーペとは段違いに、ただのセダンみたいな。かなりね使いづらかったんですよ、あのクーペ。うわ、よかったよかった、嬉しい。クラクションとかは、まあ、普通か。うわ、これでちょっとまた一段と戦闘が強くなりますね、我々。はい、そんな感じで、フェイトコラボ、これを機会にぜひですね楽しんでみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。絶対弱い。おーい、未亡者強すぎやろ。未亡者強すぎやろ。